はい、皆さんこんにちは。ただいま新潟県五泉市菩提山登山道に来ております。すごい登山する車がたくさんあります。続々と人が来ております。この正面登山道になっておりますけど、自転車もあります。はい、菩提山登山道約40分だそうです。では早速行ってみましょう。あそこで少し歌を歌っている人がいます。少しじゃないね、結構歌を歌っている人がおります。すごいえぐい山になっております。私この菩提山登るの初めてです。そしてここあるのを知ったのも最近です。これでまた急な坂になっております。ちょっと甘く見ておりました。この急な坂、もう初っ端に息が切れております。そして山、若い頃海が好きで山を登るのお年寄りだなってへっへっへなって笑ってましたけども、なんだか最近山ばか登っております。私も年を取った証拠なんでしょう。ちょっとこの坂道えぐいわ。結構人がいて少し安全みたいなんですけども、ちょっとえぐくて息が切れております。で私、まああそこに40分って書いてありましたけども、道が分からなかったんで一応装備は持ってまいりました。こんにちは。結構年配の方も登ってるから行ける道なんでしょう。ダメだ、もう息が切れてまいりました。なんなんだこれ、すごいえぐい山じゃん。教えてくれよ、こんな山だったのか。地元にこんなところがあるの分かりませんでした。初めて知りました。結構前に行ったおじいさん歩いております。そして先ほどのおばさんの歌もまだこの辺まで聞こえます。結構前から年配の人が続々降りてくるんで行ける場所なんでしょう。こんにちは。もうダメだ、息切れてダメだ。ここ初めて登るから。あ、あるの知らなかったんですよ。どこですか。いや五泉で。五泉でって、あの石油の里の方から登るのはしてたけども、はいはい、あ、そうですか。こっちから登るの知らなくて。はい、向こうは新津田の湯で、向こうのはきついですよ。ああ、登り口が標高低いだけ、はい、ああ、五泉の方は少し高いんですよ。はい、私は阿賀野市から来ただけ、はい、全然距離感分かんないから一応装備がっちりしてきて、向こうより比べて楽ですよ。あ、そうです、はいはい、そしてこの登山道、五泉から登る登山道、下が回ってないよ、言い伝えがありまして、あの肺がん、肺の末期がんの人がここ365日雨の日も雪の日も登ったらその末期がんが消えたという山道になっております。肺がんの末期がんの人がここを登ったのか、すごいわ。じゃあ、じゃあもう年配の方が来るから途中で弱音入って引き返すことができない山道になっております。それで話戻しますけども、末期がん、末期の肺がんの人が治ったっていう話をまあ皆さん言ってますけども、この真意皆さんは分からないと思いますけども、その話は本当の話になっております。その肺がんの末期がん治った人はたまたま運が良かっただけで、皆さんに適応するかは分かりません。だんだん暑くなってきたよ。たくさん着込みすぎたのかなという感じがいたしますけど、ちょっと若干遅いか。すごい寒かったけど、暑い。もう心臓バクバクで、ダメだ。いけないわ。もう喋れないわ。なんかあるわ。よくわかんないのが。なんか記念樹がありました。こんにちは。ありがとうございます。俺も毎日登ろうかな。高校生ぐらいだったら走っていけるよな。あ、なんか出てきたな。よかった。あ、この上にお地蔵さんがあります。すごい。行ってみようか。すごい。こんなところにあんだ。よし、じゃあ行きましょう。あぶねえ。登ったはいいけど、あぶねえ。あぶねえ。よし、そして出てきました。行きましょう。はい、なんか農道みたいなところ出てきました。菩提山、こっちになります。こっちへ行くと、白糸の滝になっております。じゃあ、菩提山の方行ってみましょう。
なんだ、こんな、農道みたいな、山小屋みたいなのがあるけども、車で来れるような感じになっております。で、ここ、ホトケチザクラっていうのがあります。まあ、桜の時期になったら桜咲くんでしょう。で、ここ、山小屋があります。優雅だね。こういうとこで一人で、優雅でいいわ。いや、暑い。マフラー外そうか。はい、ちょっと暑いんで、マフラー外しました。で、この山、人が続々、登山、ハイキングしてますんで、人がいて、いいね。なと思ってきたんだけどね。まあいいか。そして、目の前に見えました。多分そこから、菩提寺山行くんでしょう。はい、お地蔵さんがありますね。ここもお参りしていきましょう。ここにお賽銭ありますけど、向こうにもあります。どうしようかな。上がってみようか。よいしょ。がりました。じゃあ、よし、じゃあお参りしましょう。いやー、すごい人がゾクゾク来て、まあよいしょ。次は高山、高読めねえや。こっちもなんか山ありますけども、今日の目的地はこっちの方になっておりますんで、こっちの方行ってみます。前かも続々人が降りてきております。はい、菩提寺山山頂まで約15分です。気張っていきましょう。はい、年配の人が続々来るんで、行けない山ではないです。さっきからそう言って自分を奮い立たせております。で、前熊注意です。こんな山奥なのに5000市になっております。熊注意です。この山聞いてたけども、こんな急な山だとは思いませんでした。痺れるね。この辛さが痺れるね。おじさんおばさん年配者の人から登ってますんで、帰るわけいかないんで、これはこれでまた励みになります。でもこの登山道、道が整備されてていいわ。結構歩きやすいようになっております。私もこの山初めて登るんで、あちらこちらちょっと見ながら行ってますけども、なんか勾配に坂来たら歩みが遅くなってまいりました。こんなものかな。まだか、頂上はまだなのか。これダメだろ。少し水飲みます。歩きながら水飲みます。はい、水飲みました。で、正面から鈴の音色が聞こえてまいりました。こんにちは。皆さんすごいね、ちゃんとした格好で来て。私、なんだろう、中華製の、なんだこれ、ダウンみたいなやつと、パーカーと、なんだ、ワイシャツ。で、下にヒートテックみたいなのが来ております。そしてヒートテックって言うとね、汗かくと地獄ですんで、その下に運動用の、土方用のドライの T シャツを着ております。でもこれでも暑いです。すげえ、運動不足がもうたたっております。これダメだわ。そしてスギ花粉の季節ですんで、杉山ですんで、すごいさっきから鼻水ばっかり垂れております。で、ここ何か見えてまいりました。菩提寺山大沢公園コース道、あ、この上が山頂になっていると思います。じゃあこちら行ってみましょう。その前にお地蔵さんお参りしていきましょう。たくさんお地蔵さんあります。よし、お地蔵さん、うん、神社じゃないからいいのか、金で。よし、じゃあこの上行ってみましょう。安全を祈願しましたんで、早速じゃあ頂上まで行ってみましょう。あとどのぐらいだ、距離書いてなかったよな。はい、頂上が見えてまいりました。多分あそこは頂上だと思います。そして年配の方がもう勢いよく上がったり降りたりしてますんで、ここまで弱音吐くような場所じゃなかったような感じもいたしますけども、すごい私にはきつかった場所になっております。じゃあ、はい、こんにちは。多分あそこは頂上になっております。はい、冬の間閉じこもって体力をすごく落としてた罰でしょうね。すごい疲れました。もう嫌になります。でも頂上は目の前です。行きましょう。はい、ここが多分頂上になっております。いろんな避難小屋がありますし、東屋もありますし、あ、
正面すごい景色がいい。その前にこれだ、菩提山山頂になっております。標高が248メートル。そしてこの目の前の絶景すごいわ。これは絶景だね。すごいよ。あ、こっちも街が見えますし。すごい。で、こっち。すごいね。絶景だね。そうしましたら、ちょっとあそこにひな小屋みたいなのがありますんで、ひな小屋眺めてみましょう。入り口右側って書いてますね。反対側行ってみましょう。人がいるのかな。炭焼き小屋みたいなのがなってるけど、この小屋は何だ。見てみようか。勝手に開けると怒られるかな。やっぱ避難小屋みたいになっております。薪ストーブがありまして、薪があります。そうだよな、こういうのないとやばいもんな、いくら低くてもね。はい、続々と登山してくる人が集まってまいりました。人が多く集まってまいりました。すごいお弁当を持参で、お弁当食べてお茶飲んでおります。そしてこの山登れば自然の空気で、私の嫌いなあの合成洗剤、柔軟剤の匂いが逃げられるなと思ったんですけども、すごい合成洗剤柔軟剤の公害が匂っております。ではじゃあ降りましょう。登ってしまえばね、あと降りるだけだから楽でいいね。最初どうなるかと思ったんだけども、一回登って距離さえ分かってしまえば楽な場所になります。じゃあ私が一番ご年配の方が登るから、それなりにいい山になってるんでしょう。まあこれだったら、あれどっちだ、どっちから来たんだっけあれ二つあるよ。こっちにも道ありますし、こっちにも道があります。多分こっちの方が石があるからこっちの方なんだろう。どっちまあいいけど、来るときあったお地蔵さんです。登るときよりも降りるときの方が早いわ。帰りの方が早い。これはいいね。じゃあ安全に登りました。登ってみて分かったんだけども、このぐらいの山だったら、さっき登ってくるときぜいぜい言いながら話した、肺がん末期がんのおじさんも、毎日雪の日も雨の日も登って治ったっていう感じも分かります。まあその辺は個人判断になると思いますけども。じゃあまあそのおやさんも偶然運が良くて治ったっていう感じもありますんで、まあその辺自己判断でお願いいたします。この話語り継がれてますけども、真意は本当の話です。私そのおやさん知っておりますんで、あとは自己判断です。じゃあそして年配の方が一人でこう登っていくのを見ると勇気づけられるんで、この山は結構いい山になってるんでしょう。はい、そうしましたら農道みたいなのが見えてまいりました。ここが上り15分で、上り次が上り30分でしたんで、そのぐらいの道の距離を戻って帰りましょう。まあ登ってしまえばそれなりのいい距離の場所でした。頂上行くとルートが何個あって、たくさん人が集まってて、お弁当食べてお茶飲んでくつろいでいくけども、いい場所あったわ。でここ来るときあった場所ですんで、間違いないこの道を通っております。ここねすごい山小屋がある。あ、なんかだ、森林館って書いてある。こういうところで変わった親父が一人でくつろいでんだろうね。えいいね。多分こっちから来たと思うんで、こっちから降りて戻りましょう。私が来たのは門前登山道というところなんでしょう。あ、ここだ。マップ見ても全然わかんねえよ。
長靴履いてたけど雪なかったよ。まだ雪残ってるかなと思ったんだけど雪なかったよ。でもハイキングシューズね、バッシュみたいなハイカットのやつ持ってないんでね、この長靴はここあんまで汚れってことは、ハイキングシューズだったらズボン汚れてたんでね、これはこれでまた良しといたしましょう。やっぱここヌルヌルしてるもんね。はい、これから嫌な花粉の季節になります。杉花粉の季節になります。ここは杉の山です。私さっきから鼻水が垂れております。ちょっと鼻水映ったらごめんね。こんにちは。はい、スタートして見えてまいりました。よかった。登るとき歌を歌ってた人はもういません。あそこで練習してたんでしょう。いい練習場所になってます。はい、スタート地点に戻ってまいりました。正面に駐車場が見えてまいりました。よかった。無事帰ってこれました。人が続々行く場所になっておりました。おっと、ここにお地蔵さんがありました。はい、ここは新潟県五泉市菩提寺山登山口 OK サインゴー。